はい、どうも、白熊先生です。今日もですね、ちょっと雑談会ということで、ちょっとね、雑談をしていきたいかなと思います。今日話したいね、まあ、うだうだとね、話していきたい話は何かっていうとですね、はい、風俗店行ったらですね、元生徒がいたよっていうね、話をしたいと思います。はい。まあ、元生徒って女子生徒ですね。はい。がいたよーっていう話ですね。はい。したいと思います。はい。これ何かというとですね、うん。まあ、僕はですね、普段塾講師として働いていて、あと副業で家庭教師もね、ちょっとやっているって感じでやってます。はい。あとこう、YouTuber もやったりとかね、ま、いろいろしてます。はい。でですね、僕ね、昔ですね、風俗店に結構ハマってた時期があったんですよね。うん。まあ、こんなこと話すもどうかって話なんですけども、まあ、ね、僕の YouTube チャンネルはですね、75% くらいが男の方が見てるんで、はい。まあ、男の方はね、共感してくれる方も多いんじゃないかなって思うんですよ。はい。でですね、まあ、風俗店ね、うん。まあ、言ってもですね、僕も独身なんでね、もう使えるお金は自由にあるわけですよ。で、なんだったらですね、まあ、普通に結婚して家とか建ててお子さんとか持ってるようなお父さん方よりも、まあ、僕の方がね、給料は低いでしょうけども、やっぱ自由にできる金はあるんですよね。はい。でですね、まあ、風俗自体はね、よくその、昔とか友達とかとですね、ちょっとご飯食べ行った後とかに一緒にちょっと行ったりとかね、なんか、そういう付き合いっていうかね、なんか友達と一個のこう、ね、流れで行ったりとかそういうこともあったりとか、あとは一人で行くこともあったんですけども、一時期ね、なんかね、やけにハマっちゃった時期があったんですよね、僕。うん。で、なんでね、ハマっちゃったかっていうとですね、それはめちゃくちゃいいお店見つけちゃったからなんですよ。めちゃくちゃいいお店。うん。要は、その、自分家からの距離とかですね、あとは、働いてる女性たちのですね、まあ、言ってみたらこう、うん、なんていうのかな、こうね、クオリティと言いますか、レベルと言いますか、はい、だったりとか、あと値段がね、僕的にはすごいリーズナブルな値段だったとかですね、はい、であとはなんかその店員さん、まあ、電話とかでね、まあ、大概デリヘルとかだと店員さんと電話するじゃないですか、あの人たちのね、接客の感じが非常にいい意味とかね、はい、結構風俗店でね、なんかね、あの接客態度めちゃくちゃ悪いなんか店員さんとかいたりとかしますからね、はい、とか、うん。あとは、なんかそのお店のコンセプトがめちゃくちゃ僕の好きなコンセプトだったとかね。はい。まあ、どんなコンセプトかは言いませんけどもね。はい。まあ、でもこれまで男だったらわかると思うんですけど、風俗店ってめちゃくちゃ種類あるじゃないですか。本当になんか多種多様すぎるっていうんですか。なんか、めちゃくちゃですね、その、なんて言うんでしょう。男の要望と言いますかですね。に、答えてくれると言いますかね。まあ、いろいろあるじゃないですか。はい。で、そんなですね、こう、ドンピシャの店をですね、たまたま見つけてしまったんですよね。ああ。で、そしたら何が起きたかっていうとですね、まあね、ハマってしまったわけですよ。うん。でもね、ハマったっつってもあれですよ。そんな毎日行くとか、1週間に何回も行くとかじゃないですよ。はい。だいたい1ヶ月にですね、2回くらい行ってたんですよね。1ヶ月に2回。うん。まあ、ハマる前とかは本当に数ヶ月に1回とか、習ったら半年くらい行かない時期とかもあるくらいだったんですよ。はい。友達と久しぶりに会った時だけ行くとかね。まあ、そんな感じだったんですけども、その時期はですね、1ヶ月にね、2回くらいとか行ってたんですよね。はい。行っちゃってたんですよ。うん。でですね、で、そういう風にですね、その、いい店を見つけちゃったわけですから、まあ、当然ですね、スマホのね、なんていうんですか、ブックマークとかに入れとくわけですよ、要は。うん。で、そこをね、こう、チェックするようになるんですよね。うん。要は、そのね、すごいいいお店だし、なんか入れ、そこに入ってくる女性のね、その、なんかクオリティとかレベルもすごい高いし、だから、なんかね、定期的にこうチェックしてはですね、なんか、あ、新しい子入ったんだ、あ、この子めちゃくちゃ可愛いじゃん、じゃあ行こうとかね、まあ、そういう風になってたわけなんですよね、その一時期。うん。でですね、まあそういう感じの生活がですね、しばらく続いてたんですけども、うん。そんなですね、僕がですね、なんかね、こう検索してるね、スマホをこう検索してる時のですね、手がピタッと止まる事件があったんですよね。はい。これ何かというとですね、あれこれ、この子どっかで見たことあんなと。うん。と思って、うん。ね、思ったんですよ。はい。あれこれ、これ、あーってなって、はい。要は、その子何かっていうと、僕がですね、3年前くらいに当時ですよ。その当時から3年前くらいまで見てた、とある女子生徒だったんですよ。3、4年前くらいか。うん、だったんですよ。はい。で、その女の子はですね、当時中3で、中学卒業すると同時に塾辞めたんですよね。まあ、それよくあるパターンなんですけど、これ。はい。辞めてったんですよね。はい。で、そこで、まあね、僕はその中3と中2の時にその女子生徒を担当してたんですよね。はい、クラスで。で、まあ、普通にですね、プライベートの会話もたまにするくらいの、まあ、砕けた会話もね、割とするくらいの仲だったんですよ。はい。で、その子が卒業してったんですよね。で、僕はその間、当然ですけど、一回も会ってませんよ。その後。一回も会ってなかったんですけども、それから4年後くらいに、そのね、その先ほど言ったホームページをスマホで見てたら、あれこれ、これはその子なんじゃねえかというね、子が出てきちゃったわけなんですよ。はい。で、
まあ、どういうところでね、なんか僕はこの子なんじゃないかって思ったっていうですね、ちょっと共通点といいますか、をまず言っていきたいんですけども、うん。まず第一に年齢ですね、年齢。はい。先ほど言った通り、その女の子が、まあ中3で卒業して、まあ中3の卒業と同時にね、辞めてった。要は当時15歳だったわけですけど、それが4年経って19歳。うん、年齢は一緒。まあでもね、これもね、まあぶっちゃけこう風俗とかね、あと夜のお店、ガールズバーだったりとか、あとはなんだろうな、なんか、キャバ嬢とかか。なんかそういう人たちなんて、年齢なんてごまかすのが当たり前じゃないですか。ぶっちゃけね、年齢なんてごまかすじゃないですか、あんなもんね。はい。だからまあまあ一緒かもしれんけど、まあまあこれはでも偶然の可能性あるなと思ったんですよね。はい。で次にですね、名前が一緒だったところですね。名前。うん。はい。ちなみにそのね、なんて言うんでしょう、そのお店のね、その女の子のキャッチフレーズみたいなところに SQ 美少女まるまる A ちゃん登場みたいな感じ書いてあったんですよ。ちなみにこの〇〇に関しては卑猥すぎるんでここでは言いませんけどね。はい。でも SQ 美少女〇〇 A ちゃん、入店みたいな感じで書いてあって、その A ちゃんの名前が一緒だったんですよ。はい。その子の名前の下の名前と。でもこれもね、どうですか皆さん。ね、源氏だってつけるじゃないですか。こういうのって当たり前ですけど、本名でやるやつなんてまあいないじゃないですか。はい。だから、いや、これも、まあ一緒かもしれんけど、いやね、たまたまね、なんか会っちゃっただけなんでしょって、だってこれが本当とも限らないしって思ったんですよ。はい。でですね、まあ、ここまではまだ微妙なところだと思うんですけど、次にですね、出た共通点が何かっていうと、顔がですね、恐ろしく似てるんですよね。はい。恐ろしく似てるんですよ。もう本当に。うん。あれって、あの子が、まあ、3、4年経って化粧とかもがっつりしたら、もうまさにこの顔じゃないっていうね。うん。で、この顔がですね、もうほぼ一緒ってぐらいになってくると、先ほど言った年齢だったりとか、ね、あと名前っていう部分がですね、なんか僕の中で共通点としてでかくなってくるわけですよ。ね。はい。顔が違ったら、ね、まあ、たまたまつけた源氏なとね、たまたまそのサバ読んだ年齢が一緒だったんだね、勝ち合っただけなんでね、で済むと思うんですけども、うん。いや、名前が一緒で年齢も一緒で、顔もめちゃくちゃ似てると。うん。と思って。いや、でも待てよと。ね。いや、確かに顔は似てるかもしんないけど、いくらなんでも風俗嬢で、そのね、本名でね、本当の歳でやるやつなんているかなみたいな思ったんですよね。そんなやついるかなみたいな思って。うん。いや、でも顔はめちゃくちゃ似てるしな、と思って。はい。で、その次に僕が何をしたかっていうと、まあ、これも男だったらわかると思うんですけども、その風俗嬢とかのよくホームページとかに、その女の子の日記みたいなのがついてたりするんですよね。要はブログみたいな。うん。今日は誰々さん、どうも来てくれてありがとうございました。またよろしくお願いします。とかね。なんか、最近こういうのにハマってます、みたいなね。まあ、ちょっとしたブログ的なものをですね、お客さんを呼ぶために書いてたりするんですよ。はい。まあ、でも、そのブログなんでね、あんなもんどうせね、まあ、本人が書いてるパターンもあれば、まあ、店員のボーイが書いてるするパターンもあると思うんですよ、あんなもね。はい。もう本当にね、その辺はね、まあ、風俗業界も海鮮山鮮だと思うんでね。はい、だと思うんですよ。まあ、ただですね、僕ね、それ見た時に、ちょっと文章は、置いといて、そのまま誰が書いたかわかんないですから。でも、要は自撮りを乗っけてるわけなんですよね、その女の子が。ね、自撮りを。うん。それも似てるんですよね。はい。自撮りもめちゃくちゃ似てると。うん。で、なんだったら、そこからその日記をパーってどんどん遡って見てたんですよ。まあ、文章を置いといて顔写真だけ。顔写真が出てるやつだけは全部バーってどんどん見てみたんですよ。で、どんどん見て、僕の中で出てきた結論が、あれ？ちょっと似すぎてるなっていうね。はい。っていう話なんですよね。あまりにも似すぎてると。うん。こう、で、だんだんね、たまたま、そのね、いわゆるその、トップ写真っていうんですか、そういうのが似てたりも、実際の自撮りを見てったら違うなんてことは全然あると思うんですよね。うん。ね、やっぱりはちょっと加工しすぎだろうとかね、そういうパターンもあると思うんですけど、なんか、その、自撮りを見れば見るほど似てるんですよね。うん。むしろこう、たくさん見れば見るほど自分の中でこう、革新的な気持ちがどんどん生まれてくるっていうね。うん。っていうわけなんですよ。はい。でですね、結局僕の中では、いや、これはまあ、6割5分くらい本当なんじゃねえのかという結論になったんですね。はい。でですね、まあ当然そのことはですね、まあね、その塾のですね、仲間、いわゆる塾講師の連中だったりとか、そういうのにはですね、一切ね、言いませんでした。一切。うん。言わなかったし、まあ当然ですね、もうちょっとここの店使うのやめようと思って、その店からも僕ちょっと足が遠のいてしまったんですよね。まあ、例えばですけども、その店で僕が選んだ他のね、その風俗嬢の子が、例えばですけども、なんかの表紙で僕の話をそこでして繋がったらと
嫌だなとかね。うん。まあ、そんなこともないと思うんですけどね。はい。でもやっぱ念には念をってことで、いや、ちょっともうここやめとこって感じになって、僕そこから足が遠のいていったんですよ。はい。で、それからしばらくしてですかね。それからしばらくしてって話なんですけども、うん。当時、その女の子とですね、同級生のですね、男子がですね、いたんですけども、その男子とですね、久しぶりにちょっといろいろあって話す機会があったんですよね。はい。で、そいつに聞いたらですね、その女の子が、まあ、風俗嬢をしてる、してないかみたいな話は当然しなかったんですけど、その男子が言ってて僕の中で印象的だったのが、その女の子が高校に行ってからちょっと悪い男と付き合ってしまって、結構荒れた生活になったらしくてですね、その高校時代に、その、要はその赤ちゃんとかが一回ね、できたりとかしたりとか、なんかいろいろあったこと、あって、退学したとか、まあいろいろ話を聞いたんですよ、なんか。うん。いや、僕の印象では全然そんなイメージなかったんですけどね。はい。で、それを聞いた瞬間に、あれ？いや、これは偏見だったら申し訳ないんですけども、なんかそういう風に高校でいろいろあって、高校退学、うん。そして、風俗場、うんっていうね、はい。もしかしてっていう僕の中でこう、もやもやもやって思いながら、はい。まあ、ただ当然その子にですね、もしかしたらその子どの後、風俗場なんてやったのでやったなんて聞きませんでしたけども、うん。でも僕の中ではね、最後までこう、もやもやしながらね、最終的にそのホームページからもいつかその子のね、姿は消えていってって話で、まあ、真実はね、どこに行ったのやら、ね、果たしてこれはね、本当なのか嘘なのか、っていうですね、いう感じで終わっていったって感じですね。はい。まあ何にせよですね、なかなか僕の中ではちょっとびっくりしたお話でした。はい。というわけでですね、今日はこの辺でおります。この話にですね、ちょっとも共感してくださった方、よかったら高評価、チャンネル登録、コメントだったらね、ぜひお願いします。どうもありがとうございます。